はい、本日は新クラブメーカーの紹介企画です。お願いします。お願いします。野球メーカー、はい、日本にたくさんあると思うんですけど、ありますね。おそらくこの動画が最速になります。なるほど。はい、というわけで今日サンプルをまだまだ送ってもらったんですけど、はいはいはい、まあ、本当にここ 1,2 年で野球メーカーは増えまくってると。いや、めっちゃ増えた、はい、そんな中で今日も多分皆さんが現物は見たことないと思います。なるほど。ほぼほぼこの動画の一番最後にこの代表の方との動画が上がるんですけど、はいはい、今日は来てないんですよ。今日は来てない。今日は来てない。ということはこの撮影の中ではもう大井さんにお任せしますと。あ、なるほど。もう好きにやってくださいということで、大体もう自分の思ったことをお伝えしていこうかなと。なるほど。はい。ただ一つだけ、はい、情報をもらっているのは、うん、元独立リーガーの方が監修している。元独立リーガー。はい。で今日話は一回だけ聞きました、はいはい、ただ物は見てないという。なるほど。感じの動画になってます。 OK です。なので皆さんも思ったことをですね、こうコメント欄とかに書いてほしいなというふうに思います、はい、で多分1個ですね。今日はこのサンプルというのを1つ使ってどうかというのを見ていきます。開封していきます。これでもしあれですピッチャーと書いてたら面白いですね。ちょ、それはあの話聞いてないぞってなっちゃうんですけど、これガチのさらすからね。あ、ちゃんと内野塩ですね。安心しました。撮影がボツになるんで。あ、でもこの形片付けしてありますね。っていうことはこのメーカーの思いがしっかりこの型にできてると思うんで、まあ開けましょうか。おお、私の好きなオレンジですよ。ではここでメーカー名オウカというメーカーになります。自分はインスタで初めて見て、ちゃんとこの片付けされたやつを見るのは初めてですね。現物知ってますか？いや、私は知らなかったです。オウカ、はい。まあ、このオウカについては詳しいことはあの動画の後半に代表の方に出てもらうんですけど、はいはい、今日はいないので、もう確かに私のレビューです、はい、なるほど、はい、では型見ていきましょうか。あ、結構柔らかいですよ。あ、結構柔らかいですね。これ多分サンプルなんで仕上げてくれてると思うんですけど、まずこの皮の質からいくと結構もっちりずっしりかなっていう気がします。で、形はラインこっちですね。こっちじゃなくてこっちのラインです。こういう形ですね。で、ちょっと情報をもらってるんでその解説読んでいきます。というわけでですね、まあ、LINE で送ってもらってるんですけど、コンセプトは本気で野球と向き合う野球人の力にというのがコンセプトで上がっております。ピッチャー1、キャッチャー1、内野2、ファースト1、外野1というラインナップなんで、これ内野手の方ですねの02ってやつになります。で、革はジュテルレザーを使用しているグラブでして、公式のキップとステアがあってですね、オーダーで5万5000からと5万2000からで、軟式が3万5000からという風になっております。これ公式用ですね、今回のやつは。まあ、見ての通りこの革の腰っていうのは感じると思うんで、この片付けする前どのぐらいガチガチかっていうのは分かんないんですけど、これは片付けしたやつを送ってもらってますんで、今日は実際にこれを使ってみての感想というのをお伝えしていきます。まあ、自分はまあジュテルってそこまで使ってないので、まあどういう特徴かというのと、まあ形の特徴もお伝えできたらいいかなと思います。ちなみにユーポン君レビューはサブチャンネルで今日の夜9時に上がってますんで、自分の意見ということで聞いてみてください。全部このウェブ下に収まってくる感じはあるので、まあ片付けってこれ毎回別物であると思うんですけど、これは奥ポケットのウェブ下なので、すごい分かりやすく言うと、まあ、坂本選手とかの形でこうウェブ下でがっちり掴むって感じですかね。で、この皮の張りとかはもう文句ないと思うんですよ。この動画でも分かると思うんですけど、ただそのちょっと油分が多く感じるんで重量も出てると思います。大きさ多分これ普通だと思うんですよね。別にでかくもないちっちゃくもないんですけど、ちょっとずっしりする感じはありますね。ただちょっとですね、油分が多い分、ま、重さっていうのも少し使ってて感じるんですけど、ま、この辺は好みになってくると思うんで、ま、自分結構軽いタイプですけど、ちょっとこのぐらい重さがあった方がいいよっていう方も全然いると思います。あとこの革の質ですね、質感が好きだっていう人もいると思いますっていう感じですかね。というわけで実際にノックを受けていきます。1、2球で分かることは奥ポケットに流れてくる、これはまあ片付けをしてもらってるんで奥に流れてくる感じってのはあるんですけど、やっぱ動かしてるとちょっと重さは気になりますね。こう少しずっしりしてるなっていうのは感じます。はい、
あ、やっぱりですね、このはめた感じとゴロを取った感じっていうのは別の感覚が出てくるんですよ。これ毎回そうなんですけど、これ皮は結構厚めに感じるんですよね。もっちりしてるんで、けど当たった時の感覚が軟式でもしっかり手にくるんですよ。っていうことはその厚すぎないっていうのがまず一つと、今みたいなショートバウンドの時に、まあ、この強さって話してると思うんですけど、そこが発揮されると、抑え込むというか絶対に負けない、伝わってきますね、感覚的にこういかない感じです。もうグッと抑える感じ。はい、はい、はい、やはり奥の強さ、シングルとかの安心感っていうのは、まあ、間違いないんですけど、まあ、これ片付けもあるんで一概には言えませんが、型だったら自分もうちょっとこっちに欲しいなっていう、やっぱりいつも使ってるやつよりは全然奥なので、いつもはもうちょっとこっちにバランスがあるんですよね、薬指下に。その違いくらいですかね。これはどっちかっていうと奥でがっちり万人受けみたいな感じに思います。はい、というわけで15くらいかな玉数受けたんですけど、やっぱりちょっとずっしり感はある分強さっていうのを感じれるかなというふうに思いました。やっぱ奥が強いですね、この形は。まあ自分が今使って思ったのはそのくらいなので、ここからちょっと別の日ですね、大岡の代表さんに話を聞いてきたんで、続きをご覧ください。これ今日マジで今日は来てないんで、これは自分のレビューとなってます。はい、というわけで数日後です。実際に大岡の代表の内山さん来てもらいました。こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、今回ちょっとグローブをお借りして前半でいろいろ喋ってるんですよ。はい。ただその動画はまだ見てないじゃないですか。見てないです。でこれはもう自分のレビューさせてもらったんで、最後、まあ、代表の内山さんにこうまとめというか、はい、一番伝えたいことみたいなのを話してもらって終わりにしようかなと。はい。大岡のコンセプトが本気で野球に向き合う人たちの力になるっていうところ。はい、んですけど、こう僕自身14年間野球をやってきて、はい、最後は独立リーグってところまで一応行けて、ギリギリ、はい、ギリギリ行けて、はい、やらせていただいた中 で結局プロになれなかったんですけど、こう自分自身本気の野球っていうのをやりきったなっていう自信は、はい、まあ、やめた理由はいろいろあるんですけどあって、実際に野球の現場を離れて仕事っていうものを本気で向き合った結果、やっぱりこう人生の幸福度だったりとか充実だったりとかっていうのは、本気で野球をしてきた時の方が高かったなって僕自身すごく感じていて、はい、でもなんかこういつまでも続けれるものでもないですし、野球を本気でやる、最後までやりきったって満足して終えれる、だからこそ野球をしっかりやりきって次のステージに迎える、そんな時をこの謳歌っていう、まあ、この野球を人生を謳歌するっていう意味で作ったんですけど、はい、本気で野球やると辛いことってめちゃくちゃ多分多くて、はい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 、自分の理想だったりとか夢があるからこそ、そこに対する今の自分の実力だったり成績のギャップっていうものが苦しく感じる時期って多分あって、もうそんな中でもやっぱり野球自体は、野球始めた頃三振取れて嬉しいとか、はいはい、早い球投げれて嬉しいとか、そういう野球そのものの楽しさっていうものに僕らは魅了されて野球を始めてきたはずなので、はい、こう自分が野球をやりきる最後のその瞬間まで、まあ、野球人生を謳歌してほしいなと思って、はいはい、だからそんな選手にこう使ってもらって、まあ、全国行きましたとか甲子園行きました、プロになりました、都市対抗行きましたっていう報告を少しでも受けるように、本気の選手の力になっていきたいなと思って僕はグローブ作りました。なるほど。はい、というわけで、まあ、はめれる人はまだ多くはないと思う。そうですね、はい、まあ、ちょっとこれからですね、今年スタートってことですか。そうです、6月にスタートして、6月、じゃあまだ2ヶ月ぐらいですね、はいはい、っていうことなんで、ちょっとこれからですね見かけることも増えてくると思う、はい、もしちょっとグローブを考えてる方は、まあ、インスタとツイッターをそうです多くに貼っとくんで、はいはい、もし気になる方はいろいろ DM で質問をして、ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてその後、内山さんから嬉しい発表がありました。なんとコラボキャンペーンということで、本日より1ヶ月間の間、大岡の公式 LINE からオーダーする際に、走るおいチャンネル見たと言っていただきますと、キャンペーンが適用されます。1つ目が刺繍などの有料オプションが2つまで無料というサービスになっております。オプションから2つ選んでいただいて、それがサービスされると。そしてもう1つが友人などと2つオーダーしていただくと、さらに 10% オフというキャンペーンとなっております。詳細は公式インスタグラムをチェックしてみてください。というわけで、今回ちょっと埼玉に来てもらったんですけど、はい、また引き続き何かあればぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。それでは、今日の話は以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。リクエストして見つめ直したって、靴帰らない、振り返らず走り続けろ。確かに聞こえるサイレンがポテポテでも走った。分からなくてもゲットフライキングだ。切れたって心が続ける。
そして8月のプレゼント企画は GS 軟式オーダーグラブのオーダー権利を1名様にプレゼントします。今年から始まっている GS の軟式シリーズのオーダーグラブ、好きなポジション好きなカラーで選んでいただき1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選者の発表は9月1日の動画で発表いたします。